高校生と見つける私たちの SDGs。 今回のテーマは外国人と考える優しい日本語です。外国人に情報を伝えるときに難しい言葉を使わない優しい日本語の取り組みについて高校生と留学生が考えます。簡単な日本語だったらわかるけど難しい日本語はわかんないっていう留学生の方も結構いらっしゃると思うので、その時に優しい日本語を使って日本人がわかりやすく説明をすることで伝えていけたらいいなと思います。それを踏まえて、日本の学生さんとかに伝えたいこと、こういった心がけがあると嬉しいみたいな。もし皆さんは、優しい日本語で話していると異文化交流もできるので結構いいなと思います、はい、確かになんか分かりやすくしないと会話ができないってなんかっていうのを確かにあるかもしれないんですけど、やっぱ私たち留学生としても日本に来たのは日本語を学びたい、日本について知りたいっていう気持ちを持って日本に来ているので、カベスクラスにどんどん話しかけてほしいと思います。やっぱり今お話聞いた中で日本語は言い回しとか間接的な表現とかが多いから難しいけれど、外国人の方たちと積極的に壁を作らずに話していきたいなと思いました。外国人の方も日本語を分かろうと努力をしてくれてるから、こっちもできるだけ英語だったり優しい日本語を交えてお互いが分かるコミュニケーションで話していけたらいいなと思いました。言語の壁はどの国に行ってもあることなので、気持ちのこもった温かい言葉でコミュニケーションしたら伝わるのかなと思います、はい、ありがとうございました。次回も私たちの身近な SDGs について考えましょう。